よし、とりあえずじゃあこの鉱石場を探索していきますか。まあ、意外と長いからな。ちゃんと隅々まで調べようか。お、メタルジャケット。多分メタルジャケットってあれだよな、防具だよな。ただ防具をつけちゃうと強い武器が装備できなくなるっていうルールがあるから、それをどうにかしたいよな。こっち行きましょう。まずはな、この地形の把握をしなければな。敵はジャイアンがやってくれたって言ってたから、多分、お、なにこれ出口じゃね？光があるぞ。明るい明るい、ん？そこにいるのはのび太か？誰だ誰だ？おお！はるちゃん！ハロー！無事だったの？無事ではねえだろ、どう見ても。どこ見て無事だって言ってるの、のび太。待て！のび太、お前はどっち側だ？どっち側？どっち側って何の話だよ？僕は僕だよ。お前に限って嘘はなさそうだな。僕は屋上で見たんだ。ヘリコプターから緑のゴリラが降りてきたの。ヘリコプターから。あ、じゃあ緑のゴリラって多分あれだよね。あの、ハンターのことだよね。なんだって？アンブレラのマークが入っていた。これは奴らの実験か何かだ。間違いない。アンブレラってあの大企業の？世界中全部こうなってしまったんじゃないかって考えたよ。だけど電気も水もまだ通ってる。え、街の外は大丈夫ってこと？え、そうなの？なのになぜ助けは来ない？パパが言ってた。偉い人は汚い大人ばかりだ。おう、正解。ハロー、よく気づいたな。そうだ、大人は汚いんだ、きっと。ああいう大企業に圧力をかけられれば見て見ぬふりをするんだよ。ああ、俺も何人も見てきたよ、そういう大人を。こういう場合はな、黙殺するしかないんだな。そんなことって、僕のパパとママはアンブレラの実験で殺されたのか？あ、そういうことになるよね。僕の後ろを探れ。この先に進むのに必要な道具がある。ほう、なんだ？アンブレラの手先が隠したのを奪ったんだ。この先にはきっと何か、ハローが有能だ。僕の代わりに真相を暴いてくれ。マスコミに証拠を突き出してやれば、パパたちの仇は討てるはずだ。マスコミも今のこの状況下で信用していいのか？それと騙されるな。アンブレラの手先は、おい、ハルロ、点点点つけたらやられる合図だよ！ハルロ！喋りすぎだ、デブ。ん？誰だ？え、いないいない。おいおいおい。ハルちゃんがやられちまった。ハルロ、心臓打ち抜かれた。おいおい、名手じゃねえか。しかし誰がやったかは想像つくぞ。ハルオと一緒にいた人物だろう。足もひどい怪我をしている。身動きが取れなかったのだろう。そうか、俺、あいつは仲間だと思ってたけど。このハルオの死に様見る限り、敵っぽいな。悲しい、またあいつとやり合うことになりそうだな。お、時空の書録。時空の書さ、俺、手に入れたら読むようにしてるんだけど、どう？みんなはわかるのかな？時空の書6。無の世界の確実な対処方法を模索するうちに我々は超有体現象を発見した。どうやら時空にも癌細胞のようなものが存在するようなのだ。ある時に生じた一定の異常が全体に広がり、その異常を静かに世界を表す。そのような人も場所などが時空には存在する。例えばと例にとればある不幸な人物に関わったものはその子孫を含めて200年前後で血脈が途絶える。まるで彼らは不幸の感染である。しかしこれは我々しかない。不幸感染された者はさらに他の前に不幸感染させていけば、いずれ不幸は世界に広がる。訪れた人や物を不幸に感染させる場所の存在も我々の未来調査で確認された。ただの偶然であるとの反応もあろう。しかし時空の癌の原因であれば無の世界の説明はつかないのではないか未来のために確かめてみたい。トレーの不買タイムスキアカスの勝利。これはね、小学生が読んでもわからんです。いた仕方なく、ショットガンを使おう。ここは。あ、弾がない！ショット、お、え？あれ？なんで？ここをうまく横って、オッケーオッケー。進んでこう。ハンターがはびこってるってことは、ハルオが死んでるから、多分ハルオを殺した兄がハンターを解き放ったのかな。ここは？かかってる行動の鍵。はい。あ、クランクありました。そんなにここ広くないかもしんないな。何か動かす機械だ。四角形の穴が開いてる。クランクが使える。よし。クランクを使うなら正面から使えよ。横から使っても意味ないぞ。はあ、ありがとう。クランクない。え、クランクなくない？おい、クランクは？あった。これだ。先端が四角の形状したクランクを。ここすんなり行きそうだな、でも。よし。ここを、開けたから、ここも颯爽と行く。はいはいはい。わ、ここちょっとむずいか。
ここ行けるかな？あ、行けたわ。何も迷う必要なんてなかったんだ。お、ここは？行動の鍵。とりあえず行動の鍵を手に入れなきゃダメっぽいな。この先にあんのかな、行動の鍵。こっち行けないか。こっち、あー、岩があり、これ、嫌な予感すんな。来るだろ、これ。回避、準備しとこう。岩で道が塞がってる。これ来るよ。みんな、これね、来たでしょ。これ俺よくゲームオーバーするからね。これの、こういうこと！よーし、完璧。ま、これの対策法としては、この、壁に沿って一気に行く！これが対策です。ここで困ってる皆さん、これを見てください。届け、俺の思い。あー、やっぱり！あー、春尾は始末した。僕が射殺してる。やっぱこいつだったわ。なんかさ、DKSG だから、か、なんか結構さ、のび太を手助けするような手紙、なんつもなんつもさ、なんか置いてったから、俺はてっきり味方かと思ったけど、どうやら今作も敵っぽいっすね。あのデブを射殺した。君は手を下したっていうのかい？彼は僕の正体をのび太くんにバラそうとしていた。やむを得ない処置だよ。いやいや、言われなくてもなんとなく気づいてたけどね。だけどね。まあいいではないか。すでに22世紀とその時代の断絶は始まってる。ああ、こいつと手組んでんのか、できすぎ。タイムマシンの航行が不可能となった今、タイムパトロールとやらの妨害を恐れる必要もあるまい。だけどこれは最初のシミュレーションからは外れた行為だよ。僕らが直接手を下すことは計算に入れてない。僕も彼の意見に賛成です。この街の人間は極力バイオハザードで自然に死んだことにした方がいいかと。めっちゃ聞かれてるけど大丈夫？うん、よかろう。その時代のことはお前たちの方が詳しい。ここに来て計画の方針を転換するのも確実とは言えんからな。それはそうと、そろそろ教えていただけませんか。あなたがこの計画で未来を変えて何の得があるのですか。シグマ、様！様だって。うわぁ！シグマ。貴様が知る必要はない。私の元で働かせてやっていることに不満でもあるのか。え？こいつは何なの？え、さっきのロボットの正体ってこと？この街と共に貴様も滅びたかったか？いえ、とんでもない。ただ22世紀よりさらに未来から来たロボットのあなたが過去を変えるなど自殺行為としか思えないのです。僕たち人類の未来が崩れ去れば、いずれあなたを生み出すロボット文明も崩れ去ることになる。ああ、確かにね。なんか自分が作り出された未来を未来から過去にで過去改変すれば、それはロボ、自分の存在もなくなる可能性あるもんね。いや、そもそも不完全ながらもワクチンが存在するこのウイルスが広がったところで、未来が大きく変化してしまうとは僕にはとても考えられないのです。なかなか頭の切れる構造だ。しかし貴様は人間というものをよく知らんな。私はよーく知っているのだよ。人間とはどういう連中かをね。まあ貴様にも無関係の話ではない。この計画が終わった後で、そこの我が分身からすべてを聞くとよかろう。我が分身。すべてが片付いたら僕が教えてあげるよ。なんかまだ不思議マークが出てるやつがいる。後戻りなんか考えられなくなった時にね。なんだ？くくく。悪く思うな。私は人間を信用していないものでね。いいでしょう。僕が今更おじけづくような臆病者ではないと証明してみせますよ。じゃあ、できすぎくん、予定通り頼むよ。彼らをアンブレラのモンスターと戦わせるように誘導する。誘導も何も、もう戦ってるだろう。しぶとく生き残るなら、最後は研究所の奥のあれの部屋に。わかる。研究所の奥の部屋。わかってるよ。それではこの辺で。やば、のび太、一旦引き返さないか。チェ、考えが全く読めない。一体シグマは何を。お、行っちゃったー、のび太。できすぎ！大丈夫か？今行って大丈夫か？のび太くんか。もう追いついてきたのか。いつもの君からは想像もつかない素早さね。のび太はな、この戦いを経て変わってしまったんだ。化け物にな。さっき通信機で話してたシグマって。アンブレラの偉いやつなのか？アンブレラではないだろう、シグマは。なぜそう思う？未来のロボットだから。ハローがアンブレラの仕業だって言ってたんだよ！そしてハローを殺したのは、その通り、僕が彼の言っていた。アンブレラの手つき、犯人はお前だ！まったく彼にも困ったものだよ。君たちにはもう少し遠回りをしてもらうつもりだったのに、クランクを渡してしまうのだからね。なんだって？まさか、ヤスオやケンジさんが化け物にいる部屋に誘う、まあ、おいおい、ケンジはやられちゃったけど、いや、ヤスオもやられちゃってるよ。全部お前の仕業じゃねえか。君に支えてるね。そうさ、僕とその仲間がやったことだ。許さないぞ、デキチギ。
僕もパパとママを、みんなを。おっと、くっ、おいおいおい、ドラえもんの秘密道具がなければ得意の射撃能力も満足に発揮できない。そんな君がアンブレラ特殊部隊の訓練もこなした僕にかなうとても。いやいやいや、こっちも長年の経験があるから、経験だけでお前を倒してみせるさ。ん、なんだ、どうして撃たないんだ。おな、どうした、出来すぎの口が動いてる。ん、と、び、お、り、ろ。おいおい、これ出来すぎ味方説出てきたな、急に。の、ぶ、た、のぶたく、ん、のぶたくん、飛び降りろのぶたくん。名前間違えんな。飛び降りろのびたくん、こくり、出来すぎくん、君は、なんだ、なんだこいつ、あのウイルスはこんな生物まで生み出してしまうのか。はっ、まさかシグマの狙いは、え、しまった、うわー、お前が落ちるんかーい。出来すぎ、何、お前が落ちるんかいだよ。まずいぞのび太、その岩のトラップが元に戻んでる。なんて、閉じ込められたのか。こっちで何とかしてみろ。お前そいつを何とかしろ。殺されるぞ。降りちゃダメ。くっ、なにびっくりした。武器構え不能。ああ、なるほど、親切にはどう思う。しかしどうするかな、武器は変えた方がいいよな。確実毒になってるし、まあ、ブルーハーブ3つあるからなんとか。いや、どうするこれ、特殊、いや装備はね、アサルトライフルあんじゃん。ここは特殊技能で集中を使って、ここいけるか、ここ入る、あーあー、ちょっとむずいか、あー武器構え不能がちょっと長いな。どうだどうだ、あーでもこいつ動きが止まったぞ。おい、なんだ、全然大したことねえじゃん。なんだよ、もっと熱くさせてくれ俺は。はい、伸びたセキュリティに侵入して今のドラップはどけどいた。そんなことできるのかい、もう閉じ込められることはない。ちょっとスネ夫さん無敵すぎないか、ちょっと。司令塔でもう、何、遠隔操作もできちゃうの。こっちもどうにかなったよ。それで伸びたはまた例によってなんだが、そこの奥がカメラでクローズアップされてるようなんだ。穴に落ちろってことか、左奥にある怪しい壁を調べて、あー、壁？穴に落ちるんじゃなくて？とりあえずなんか、いろいろあるね。あ、行動の鍵、時空の書、時空の書、また手に入れちゃった。あの人間の方のゴリラは化け物か。あんまり早く死なれても困ると、仏心、仏心を出してデザートイーグルを渡したのが間違いだった。この地獄のような町でまるで水を得た魚のように暴れ回ってる。これジャイアンのことだろ、絶対。どうやら僕たちは目覚めさせてはいけない野生を掘り起こしてしまって、デザートイーグルイコールジャイアンみたいなところあるからな。このままではまずい。再計算をしてみたところ、のび太たちが生きて街を脱出する確率が10倍以上にはなる。え？ 1%、仮に 1% だとしたら 10% ぐらいにまでなってるってこと。しかし、今のジャイアンを仕留められる BOW がこの街にいるかは怪しい。嘘だろ。単体で正面から挑んでもかしめやすいだ。そんな化け物になってしまったの、ジャイアンは。BOW の集団の中にでも放り込めば、なんとかなるかもしれないが、動物的勘で回避する。動物的勘とは？絡め手を使うしかないね。人造人間。人造人間1号？ドラゴンボールか。出来すぎくん、君もチャンスがあれば彼をはめるんだ。僕も機会を伺う。ジャイアンの無力化は。めしたこれ。目下最優先事項だ。ただし、くれぐれも直接手を下すんじゃないよ。それは最後の手段だ。ちょっと、のび太よりもジャイアンの方が脅威とされてるんじゃないか。ぽいよな。瓦礫を詰めて封鎖してある。素手で取り除くのは無理そうだ。奥に何かあると思う。でも手でのけていたら何日かかるかわからん。それで行動の鍵でなんか爆弾みたいなの探すんじゃん。そうか、シャベルがその代わりになるものがないか探してみたらどうだ。誰かが掘ったトンネルならどっかに道具ぐらい落ちてるだろう。言われなくてもやろうと思ってた。そうだね、探してみるよ。まあ、ありがとうっすねよ。